上の巣場。俺がこの世界にやってきてから、そこそこの月日が流れた。さあ、メグミン、覚悟なさいな。これで、チェック、アウトよ。テレポート。俺もそろそろベテラン冒険者を名乗っていい頃合いだが、こういうのは自分から口にせず、分からせるものだ。ねえ、ダクネス。教わった必勝法で追い込んだらテレポートで逃げられたわ。ここから勝つ方法を教えてちょうだい。うむ。メグミンはアークウィザードの駒でご利用しする癖がある。まずはこれを片付けよう。そう。ギルドの片隅でグラスを傾け、落ち着いた雰囲気を。ふんふん。なるほど。じゃあ、ここね。エクスプロージョン！カズマさん！ズルミンが盤面ひっくり返してズルするんですけど！誰がズルミンですか？これはれっきとした公式ルールですよ。だいたい二人がかりの方が卑怯です。うるせえ！人がせっかくベテランオーラ出してるのに何なんだ！冒険者ギルドで遊んでんじゃねえ！いや、朝から飲んだくれているお前がそれを言うのか。分かってないな、ダクネス。ベテラン冒険者はシュワシュワを飲むのも仕事のうちだ。なんならそこらのテーブルにいる奴らを見てみろよ。ウェーイ！朝っぱらから飲むシュワシュワ最高！冒険者なら飲まなきゃね。な。あそこはアクセルの街でも素行が悪いことで有名なパーティーだし。お姉さん、キンキンに冷えたシュワシュワ一つ。な。クリス、こんな時間から飲んだくれるとは、ダメ人間にも程があるぞ。いや、ベテラン冒険者はシュワシュワ飲むのも仕事のうちなんだよ。カズマと似たようなことを言うな。製品と勤労と乙女エリス教徒として恥ずかしくないのか。エリス様の罰が当たるぞ。エリス様なら超許すよ。クリスさんはいつも頑張ってるから、たまには羽目を外していいってね。困って、ダクネス、私のシュワシュワ持ってかないで。なんと言いますか、この町の冒険者はダメな大人ばかりな気がします。おっと、めぐみ、それは違うぞ。俺たちがこうやって冒険者ギルドにたむろしているのには理由があるのさ。だよな。おうよ。こうしてギルドにずっといれば、美味しいクエストが真っ先に受けられるからな。緊急クエストが起こった時に備えて待機してる冒険者は多い方がいいしね。簡単なクエストは駆け出し冒険者に任せて、私たちベテランはここで体を休めてるってわけ。いざって時にはすぐ出られるようにね。そうだったのか。すまない。私はお前たちのことを誤解していたようだ。ダクネス、謝る必要はありません。みんなそれっぽいこと言ってますが、飲んだくれる理由にはなってませんよ。カズマさん、私もベテランとしてシュワシュワ飲みたいわ。ああ、箱入りお嬢は丸め込んだし、このまま夜までダラダラしよう。この男は。まあ、めぐみもジュースでも飲めよ。つかの間の戦士の休息ってやつだ。お、どうしました、お姉さん。俺たちと一緒に飲みますか。あ、いえ、仕事中なので。皆さん、お食事中のところすいません。どなたか、三剣さんか、コウマ族の方々を見かけませんでしたか。コウマ族ならここにいますが。すいません、ちゃんとしたコウマ族の方を探してまして。売られた喧嘩は必ず買うのがコウマ族です。いいでしょう。ちゃんとしてないコウマ族の力を見せてあげます。違うんです。上級魔法を使えるコウマ族という意味です。
実はベテラン冒険者向けのクエストが発生しまして。お任せください。いやー、どうしてこんなクエスト受けなきゃいけないの。私は駆け出し冒険者だから帰らせてちょうだい。今さらそんな言い分通りませんよ。ここにいる自称ベテランたちの手でクエスト達成してやりましょう。ダクネス、私戦闘に向いてない盗賊職だし、高難易度の討伐クエストは無理だって。わがままを言うなベテラン冒険者。討伐対象はベテラン狩りで有名なモンスター中級者殺しだ。ほら行くぞ。うん、調子に乗ってベテラン風吹かせるんじゃなかった。まあ大丈夫だ。なんせ討伐対象は一匹だ。それなら爆裂魔法でなんとかなるだろう。ヤバそうなら逃げればいい。そうだな。頼むぞめぐみ、お前の出番だ。めぐみ、カエルピコポコミピコペコ合わせてポコピコムピコポコ。いきなりどうした。カミカミじゃないか。なんてこと言うんですか。噛んでませんよ。魔法使いは滑舌命。今のはコウマ族に伝わる早口言葉カエルポコポコです。その早口言葉を教えたの日本人だろ。しかもカミカミで教えただろ。メグミンのやる気はバッチリね。これならなんとかなりそうだわ。またそういうフラグになるようなことを言う。ちょっと待って、敵パンティス剣に反応が。何かがこっちに向かってきてるよ。出やがったな。メグミン先生お願いします。先生やっちゃってください。いいでしょう。あまたの強敵を葬ってきた我が力を見るがいい。ねえねえ、あの子何かを加えてない？加えているのは宝石だな。しかもかなりの上物だ。数百万エリスはくだらないだろう。なんですって。それだけあれば当分遊んで暮らせるじゃない。中止だ中止。爆裂魔法はなしの方向で。本気？あー、でも確かに宝石は惜しいし。今こそ私たちの出番だよ。宝石をスティールしよう。さすが中級者殺し、欲の皮の突っ張ったベテランたちの弱点を見事につくな。もう誰も逃げることを考えていないじゃないか。感心してる場合ですか。中級者殺しが突っ込んできますよ。いいぞ、全力でかかってこい。わあ！殺し場！と、まあそんな感じで俺たちは中級者殺しを華麗に撃退したってわけさ。なるほど、みんな大活躍だったんですね。でも周りの人たちが噂していた内容とは違うような。ユンユン、冒険者が話を盛るのは本能みたいなものさ。ここは感心したふりをしてあげよう。中級者殺しに蹴散らされて泣く泣く宝石を諦めた俺たちは、ダクネスが中級者殺しを引き離したところを爆裂魔法で撃退したのだが。でも中級者殺しを倒すだなんてすごいですね。もうすっかりベテラン冒険者じゃないですか。ありがとう。でももう俺たちはベテラン冒険者は名乗らないことにした。今後はエリート冒険者と呼んでほしい。ベテラン冒険者と呼ばれるのを嫌がる理由を詳しく聞き出したいね。でも今はそれより。私のターンね。ロリサキュバスを生贄にロリコン冒険者を召喚するわ。トラップカード発動。エリートケンジの特殊能力によりロリコンは死ぬ。判定20対0でメグミンの勝利。さっきから2人が遊んでいるカードゲームが気になるんだが。アクアが相手では勝負になりませんね。どこかに強い対戦相手はいないものでしょうか。私が弱いんじゃないわ。カードデッキが悪いのよ。カードパックを買うと変なのばかり出るんだもの。ねえカズマさん、私の敵を撃ってちょうだい。
嫌だよ。俺この世界のゲーム嫌いだもん。ボードゲームもカードゲームも変なルールばっかじゃないか。仕方ないわね。メグミンは強い対戦者を求めてるんでしょ。だったらこの綿。おや、受付のお姉さんがこっちに来ますね。嫌な予感がするのですが。この流れは知ってるわ。アクセル1のパーティーの私たちに無茶なクエストを押し付けるつもりね。無茶なクエスト。おい、喜ぶところじゃないからな。ユンユン、ルールは知らないが、私がゲームの相手になろうか。ありがとう。気を使ってくれなくても大丈夫だから。ユンユンさん、すいません、ちょっとお時間よろしいですか？私？はい、実は高難易度の討伐クエストが発生しまして、ユンユンさんに指名依頼をお願いしたいのですが。お姉さん、ここにアクセル1のベテランパーティーがいるのに、どうしてユンユンに依頼するのですか？メグミンさんのパーティーは先日の中級者殺しクエストで全滅しかけたはずですが。ユンユンが依頼を受けるのなら私も行こう。高難易度の討伐クエストと聞いて、高魔族として挑まずにいられようか。あるえ、まったく仕方ありませんね。同じ高魔族として二人を放っておけませんからね。え、メグミンも来るの？おっと、その不安そうな顔は何ですか？いいでしょう、先にユンユンを討伐してくれようじゃないか。何をやる気？このー、討伐対象モンスターはゴブリンエリートです。それではアルエさん、どうかよろしくお願いしますね。ああ、そこで喧嘩している二人の子供は気にしなくていい。高魔族エリートである私の力を見せてくれよう。私のターンね。ホスト系インキュバスを召喚。特殊能力により女性タイプのモンスターは攻撃ができなくなるわ。イケメンエルフを生贄にメスオークを召喚。特殊能力により男性タイプのモンスターは死ぬ。判定10対0でダクネスの勝ち。みんなも話に入ってほしいのですが。このスバ？この間の中級者殺しにはひどい目に遭わされたけど、今日は高魔族エリートがついてるから楽勝ね。その言い方だと私が高魔族ノーマルみたいに聞こえるのですが。あと変なフラグを立てないでください。相手はゴブリンエリートだろ。なーに、油断さえしなければ私たちだけでも勝てる相手だ。問題ない。お前わざとフラグ立ててるだろう。強敵が現れたら一人で耐えてもらうからな。問題ない。ん？おっと、早速のフラグ回収だね。あそこに見えるのは確かにゴブリンエリートだ。でも厄介なことに2匹もいるね。じゃあ私とアルエがそれぞれ1匹ずつ受け持つってことでいい？さすがは高魔族エリートだ。これこそが本物のベテラン冒険者ってやつか。強いモンスターを前にして動じもしない。カエルペコペコミペコペコ合わせてポコペコムペコペコ。なあ、メグミンから聞いたんだけど、それって本当に高魔族に伝わる早口言葉なのか？俺にはカミカミにしか聞こえないんだけど。なんてこと言うんですか。高魔族は噛みませんよ。そうよね、アルエ。ああ、疑うのなら私も実演してみせよう。カエル。それはもういい。ピョコポコ。待て、ここはまず私がおとりを引き受けよう。二人はその間に魔法の準備を。お前が待て。まだ離れてるんだからおとりの必要はないだろう。猫い！あ、こいつおとりスキル使いやがった。見ろ、ゴブリンエリートに気づかれたじゃねえか。てめぐみ、お前は何やってんだ。何
やってんだと言われましても、私にできることはただ一つ。使える魔法は爆裂魔法、使って爽快爆裂魔法、我が切り札爆裂魔法。カズマさん、なんだか危険か危ない気がするわ。私先に帰るわね。この状況で返すわけねえだろ。おいメグミン、ちょっと待て。敵感知スキルにまだ反応が。敵が2匹いるのならまとめて倒せばいいのです。エクスプラージョン。ゴブリンエリートが消し飛んでしまった。いや待て、ザコゴブリンがわらわらと。おいメグミン、満足顔で寝っ転がってんじゃねえ。なんでこんなことやらかしたんだ。ユンユンとアルエに先を越されそうでしたからね。これで私こそがコウマ族エリートです。フハハハハ、我こそはコウマ族エリートメグミン。コウマ族ノーマルたるそこの二人はコウマの里からやり直すがいい。あ、何をするか。あんたが何してくれんのよ。身動きできない相手への攻撃は卑怯ですよ。ゴブリンの群れが来るぞ。しかも新手のゴブリン、エリートが混じってる。ここは私に任せて、皆は逃げろ。なんでちょっと嬉しそうなんだよ。ゴブリンの群れが寄ってきてるの、お前のおとりスキルが原因だろ。このスッパねえ、ここ最近ひどい目に遭わされてばっかなんですけど。私はアークウィザードとしてモンスターを倒しただけなので悪くないです。私もクルセイダーとしてモンスターのおとりになっただけなので悪くないはずだ。お前らちょっとは反省しろ。昨日はダクネスとアクアがゴブリンの群れにたかられてる間に本物のコウマ族エリートたちがなぎ払ってくれたから助かったが、ここ最近強いモンスターが多い気がする。ほ？確かに受けたまわりました。それではバニルさん、あとはお任せくださいね。うん、任せたぞ。息をくれを焦る受付娘よ。では行こうか、息をくれ天守よ。バニルさんの首に賞金かけてもいいんですよ。それなら私がバニルさんを買ってその賞金をもらいますね。おっと、これは大変微妙な悪感情、ゴチである。ん？ようバニル、お前が冒険者ギルドにいるなんて珍しいな。うん、実は新たな商品開発のため簡単な素材集めクエストを依頼したのだ。どうだ小僧、貴様が依頼を受けていくか。いやだよ、大悪魔のお前が出す依頼って時点で絶対ろくでもないじゃん。確かにとんでもない強敵を勝ってこいと言われかねませんね。まあ私はそれでも構いませんが。ドラゴンを倒してこいと言われかねないな。もちろん私も構わないが。そんな依頼を貴様らひよっこに任せられんわ。ま、本来であれば我が輩自ら素材集めに行ってもいいのだが。バニルさんが本気でモンスター討伐を始めると、あたりの生態系が変わるのでダメです。ここは駆け出し冒険者育成の街なので。と、このようなことを言われてな。おかげでモンスターを駆除して小銭を稼ぐこともできんのだ。どうします？依頼を受けない場合、どうせ今日も一日ギルドで遊んでいるだけですし、引き受けますか？私は別に構わないぞ。そこで飲んだくれているベテランたちより、よほど健全だ。本当に簡単な依頼なら？いやよ。女神である私が、どうして悪魔のお願い聞かなきゃいけないのよ。ねえお姉さん、このヘンテコ仮面は悪魔なのにどうして野放しにしているの？悪魔からの依頼を受けるって冒険者ギルドはそれでいいの？
今目をそらしたわね。私ギルド職員は公務員だって知ってるんだからね。偉い人にこの町では悪魔が野放しにされてますって手紙を送ってやるから。ねえ、予算か脅迫女め。これは美味しい部類の依頼なのだ。貴様に頼まずとも誰かが受けるわ。何よ、美味しい依頼って。依頼内容だけ教えなさいな。魔道具の素材に比較的弱めのモンスターの一撃ウサギの角が必要なんです。お値段一本このくらいで、あればあるだけ買い取ります。悪くないわね。おい、いいじゃないかカズマ。一撃ウサギぐらいであれば私なら素手で倒せる。それならさすがに攻撃も当たるし、私の硬さなら角の一撃も怖くない。それに角が必要ということは、お肉はもらっても構いませんよね。ジャイアントトードほどではありませんが、一撃ウサギも美味しいらしいですよ。二重の意味で美味しい依頼じゃない。これは受ける以外の答えはないわね。あ、これはダメなやつだ。美味しい依頼があると聞いて、私たちもかませてもらうね。ここに来てさらに不安要素が。それならクリスも一緒に来ないか。私の高い幸運がこれ絶対言っちゃダメって訴えてるから遠慮しとくよ。奇遇だなクリス。俺も嫌な予感しかしないんだ。ここはみんなに任せとこうぜ。このスマ、俺は留守番してるって言ったのに。今回は大丈夫よ。仏の顔も三度までって言葉を知らないの。女神の私が三度も似たような目に遭わされるだなんて、世界の法則的に許されないわ。お前こそ二度あることは三度あるって言葉を知らないのかよ。二人とも油断は禁物ですよ。一撃ウサギは可愛い顔して肉食ですからね。昔ウサギたちが仕留めた狼に群がっているのを見た時はトラウマになりそうでした。ふむ、絶対やめろよ。私はまだ何も言っていないだろう。あ、ねえ、早速見つけたよ。あそこにウサギの群れがいる。はっは、早い者勝ちだ。ずるいわよ。倒したウサギは山分けだからね。そろそろ角も持ちきれないし、今日はこんなもんでいいんじゃないか。そうね、これだけあれば一月はゴロゴロできるわ。帰ってシワシワ飲みましょうか。それなら帰る前に日課の爆裂魔法を打ってもいいですか。さっきからうずうずが止まらないのですが。めぐみ、森を出るまでは我慢しろ。森の木々を傷つけるとまた狩人協会から怒られるぞ。また怒られるってどういうことだよ。ナリン、こいつらの会話を聞いてるとうちのパーティーがまともに思えてこないか。私もそう思うけど、聞こえたら絡まれるわよ。聞こえてるぞ。そろそろ森の外ですね。もちろん私が一番乗りです。森で走ると転ぶぞめぐみ。え、よっしゃ、ほーらー。なんでよー。うそうそ、ここのところ強いモンスターが多数見られることから、アクセルの町周辺の調査を行います。高レベル冒険者以外の方はしばらく活動の自粛をお勧めします。一撃必殺ウサギに蹴散らされた俺たちは、森の一部を犠牲にして辛くも撃退に成功したのだが、高レベル冒険者の私たちには関係のない話ですね。カズマ、モンスターの討伐に行きましょう。いやだよ、この中だと俺が一番レベル低いんだぞ。お姉さんの話聞いてなかったのかよ。強いモンスターがいっぱいだって言ってただろ。だからこそ行くんじゃないですか。狩人協会に払った罰金のおかげであまりお金もないのでしょ。そう、俺たちは森の一部を吹き飛ばしたということで
罰金を払う羽目になったのだが、ぶっちゃけバニルからの報酬より罰金の方が高かった。おかげで私もメグミンに賛成よ。このままだと私たちの主食がもやしになるわ。私はアクアの作るもやし料理は嫌いじゃないが、お嬢様のダクネスにとってはもやし料理が珍しいのかもしれませんが、毎日だとさすがに飽きます。ほらカズマも行きましょうよ。俺は普段から貧弱なもやし男だの、もやしニートだの言われてるから、もやしが主食でも構わない。危ない目に遭うくらいならもやし生活の方がマシだ。今日はいつになく頑固ですね。わがまま言ってないで行きますよ。え、なんですこの手は。あ、アクア、ダクネス、助けてください。この男ドレインタッチで魔力を吸い取るつもりです。落ち着けカズマ。それならアクセルの町周辺でカエルを狩るだけならいいだろう。カエルは俺たちの天敵じゃないか。一番戦ったらダメなやつだろ。世界広しといえどジャイアントトードに負け続けるパーティーは私たちぐらいのものですよ。そろそろ克服しませんか。もうすでにオチは読めたわ。今日もメグミンが爆裂して私がヌルヌルにされて、ダクネスがアクアだけずるいぞってわめいて、予想外のことが起きてカズマさんが泣きながら怒るのね。よくわかってるじゃないか。私を花火みたいに言わないでもらおうか。まあ確かにそんな感じになる気はしますが。だがそれでも収入は得られる。ギルドの調査が終わるまではカエル狩りだな。今日こそは念願のヌルヌルプレイを。今プレイって言っただろ。言ってにゃい。ヌルヌル、どういうことだ。カエルがいなくてはヌルヌルプレイがお預けではないか。お前とうとう隠しもしなくなったな。っていうか他の冒険者も安全な町の近くでカエルを狩ろうって考えたんだろ。どうします、もっと町から離れて探してみますか。それだと強いモンスターが現れても町に逃げ込めないからな。いつもみたいにメグミンが魔法を打ってくれれば音に驚いて飛び出てくると思うの。ですがそれだとカエルがたくさん出てきた場合に困りませんか。いや爆裂魔法ではカエル肉も消し飛んでしまうからな。それだと討伐報酬しかもらえなくなるし、ここは私とカズマでカエルを倒そう。つまり俺一人で倒すってことか。おいカズマ、さすがの私でもあの巨大なカエルなら多分当たると思うぞ。そこはちゃんと当たると言え。では行きます、エクスプロージョン。速出たぞ。他のカエルが出てくる前に速攻で倒すぞ。よし、カエルの引き付けは任せておけ。で来い。うわあ、いつもいつもこのカエルはどうして踊りスキルを無視して私に来るの。ねえカズマ、カエルが出てくるペースが早いわ。覚悟はしてたつもりだったけど、やっぱりカエルに飲まれるのは100。ちょっと待ってください、今はダメです。誰か私を担いで逃げひょこ。よし、ちゃんとおとり二人に食いついた。ダクネス、カエルが動けなくなった今のうちにさっさと倒すぞ。私の自慢のおとりスキルはどうしてカエルにだけ効かないのだ。おい、3匹目が出たぞ。ダクネス、なんとか気を引いてくれ。その間に俺が後ろから。だから俺はもやし生活でいいって言ったんだ。またこうなんだよ、ツキさん。
この巣場。メグミンが爆裂して、アクアと共にヌルヌルになり、ダクネスが二人だけずるいぞと、わめき。俺が泣きながら怒ってカエルを倒した、その、翌日。モンスターの異常発生の原因が判明しました。森の中で、導きの精霊が目撃されたそうです。導きの精霊？マジかよ！カズマのパーティーが原因じゃなかったのか？おい！はい。私たちもまさかと思い、何度も確認したのですが。お姉さんまで！それじゃあ賭けはどうなるんだよ？これってちゃんと成立すんのか？ちょっと待ってよ！私、絶対アクアさんが原因だと思って1万エリスもかけたんだけど！待ちなさいな。あんた可愛い顔して言ってくれるじゃない。賭けの胴元は誰なのよ。賭けの対象にするのならちゃんと分け前よこしなさいよ。ちなみに私たちのオッズはどのぐらいなのでしょうか。アクアさんが一番人気でメグミンが2番手ね。私はちゃんとメグミンに賭けてあげたから。何を応援してあげたみたいなドヤ顔してるのですか。これは不名誉なやつですよ。私はダクネスにかけちゃったよ。強いモンスターに殴られたくてモンスターを呼ぶ魔道具でも取り寄せたのかと。ひどいぞクリス。私のことをそんなやつだと思っていたのか。超思ってるよ。モンスターにたかられる魔道具があったら使うでしょ。そんなことは。なんてまとまりがないんだろう。あの説明を続けてもよろしいでしょうか。導きの精霊はその名の通り、いろんなものを導く、というか引き寄せます。つまりその精霊が強いモンスターを集めてるのか。はい。餌を求めてさまよっているモンスター、つがい相手を探しているモンスター、それこそ強い敵を求める好戦的なモンスターまでもが導きの精霊の周りに集まってくるんです。はた迷惑な精霊だな。つまりそいつを退治すればいいってことか。でもその精霊の周りには強いモンスターがうろついてるんでしょ。そこで冒険者の皆さんに集団による討伐クエストをお願いします。もともと導きの精霊には高額の賞金がかかっていますが、今回はそれを取り巻くモンスターにも高い報酬をお約束します。なのである程度のレベルの冒険者はできるだけ参加していただけると助かります。参加してくれるだけでも最低限の報酬は支払いますので。やれやれ、ようやく俺たちの出番ってわけか。高額の賞金と聞いちゃしょうがないな。まったくです。ずいぶん長い前振りでしたね。とうとう私たちの活躍の場がやってきました。強いモンスターの群れか。想像するだけで武者震いが。いえ、その今回は佐藤さんのパーティーはできれば街でお留守番をしていてもらえるとありがたいのですが。なぜですか。私たちはある程度どころか高レベルの冒険者ですよ。私たちがハブられる理由を聞こうじゃないか。ここ最近のクエストを振り返っていただければわかるかと。私では分が悪いです。ヘリクツの得意なカズマ、お姉さんの説得をお願いします。ヘリクツが得意ってのは引っかかるが任せたけ。お姉さん、俺たちは確かに失敗は多いが、やるときはやるパーティーだ。いざって時には頼りになると自負している。 いえ、今回は本当に頼りになる方がいますので。ああ、この僕に任せてくれ。悪くない。ああ、ギルドの切り札的な扱いは悪くない。頑張らせてもらいます。グーの音も出ないほど頼りがいがある。
導きの精霊の討伐クエストは明日の朝に決行です。皆さん参加をよろしくお願いします。カズマさん、カズマさん、今回のクエストはやめといた方がいいと思うの。高額の賞金に目がくらまないなんてどうしたのですか、アクア。いや、アクアもようやく学習能力を身につけてくれたんだ。ここは褒めて伸ばすべきだ。嘘だろお前、高額の賞金だぞ。しかも頼りになる連中もいるし、参加するだけで金がもらえるんだぞ。最近シュワシュワ飲めてないから頭がシャキッとしないのか。あんたたち、頭洗うときにシャワーのお湯が水になる天罰食らわせるからね。導きの精霊はね、別に悪い子じゃないの。人生の迷子であるニートを見れば、働くまで窓をバンバン叩きに来る、とっても真面目でいい子なのよ。害虫じゃないか。引きニートのカズマさんにとってはそうかもしれないけど、道に迷った旅人は案内してくれたりもするのよ。それに精霊ってものはね、本来とっても神聖な存在なの。お前、昔雪星捕まえてかき氷屋始めようとしてなかったか？過去をほじくり返すのはやめなさいな。さもないとあんたの黒歴史を語ってやるわよ。まあそれで導きの精霊をどうにか守ってあげられないかと思ってね。そうは言ってもこのままだと強いモンスターが集まってくるんですよね。町に害をなすのであれば見過ごすわけにはいかないのだが。導きの精霊にモンスターが寄ってきちゃうのは本人が悪いんじゃないわ。ほら、清らかで神々しい私なんかは神気がすごすぎてアンデッドが集まってきちゃうでしょ。それと似たようなものなのよ。なるほど、遊歌島みたいなもんか。あんたちょっと待ちなさいよ、もうちょっと可愛い例えがあるでしょ。だが民を守る貴族としてはこのまま野放しにするわけにも。それなら私に考えがあるわ。まず他の冒険者に取り巻きのモンスターを倒してもらうの。そしたら私が精霊を説得するわ。コーマの里の近くに住みなさいってね。待ってください、私の故郷になんてものを押し付ける気ですか。コーマの里の人たちなら経験値が向こうから来たって喜ぶかと思ったんですけど。それはまあ大喜びしますね。むしろ事情を説明すればここに住めと大歓迎される気もします。でも導きの精霊には高額の賞金がかかってるんだぞ。お前が精霊を説得するって言い張っても倒した方がいいってやつが絶対出てくるぞ。そうね、冒険者は欲の皮が突っ張ってるから説得は難しいかしら。ま、本音を言えば俺としても倒しちゃった方がいいと思うんだよな。人々を守る冒険者として今後の不安要素は排除すべきだ。立派なこと言っているように聞こえますが、つまりはお金が欲しいんですね。私としては人に害を及ぼさないのであれば見逃してやりたいのだが。ロリマさんに一応言っとくわね。導きの精霊は妖精みたいな姿をしているわ。蝶みたいな羽の生えた小さな可愛い女の子よ。俺は別にロリコンではないが、無害で優しい導きの精霊を救うため本気を出すことにした。ライトオブセイバー、これが選ばれし勇者の剣だ。カースドライトニング、ひゃー、やっぱあの人たちは頼りになるね。あいつらの後をついていくだけの簡単なお仕事は最高だぜ。参加賞美味しいです。さあ、これで最後だ。あとは導きの精霊を倒すだけか。ん？
精霊っぽいのがあっちの方に飛んでったよ。え？えっひひひひひひふふくっくっく。なんだお前らその格好、新しい遊びでも思いついたのか？おっと、誰と間違えてるのかは知らないが、俺たちは高額賞金首導きの精霊を求め旅してきた腕利き冒険者パーティーだ。導きの精霊は私たちが先に目をつけていたの。悪いけど譲ってもらうわよ。さすがにその雑な変装で他人のふりは無理があるだろう。一人に至っては変装にすらなってねえし。で、ちょっと待て、お前らここに来て精霊を横取りしようってのか？この子ってば、こんなことしでかすほどお金に困ってたの？エリス教徒として恥ずかしくないの？私を誰かと間違えてはいないか？私は、その…そうね、多分人違いだわ。だってこの子はエリス教徒じゃなくアクシズ教徒だもの。え？ふん、どこの誰だか知らないが、獲物の横取りは良くないね。そこを通してもらおうか。お前正気か？本当にあれでわからないのか？手荒な真似はしたくないけど、実力が物を言うのが冒険者だ。立ちふさがるというのなら、ここは力ずくで通らせてもらおう。ふう、力ずくとは面白い。やれるものならやってみるがいい。ねえみんな落ち着いて。実は私が精霊討伐についてきたのはある考えがあるからなんだよ。ここは一つ話し合いで。コウマ族にとっての話し合いとは、魔法の力で分からせることを言います。そっちがやる気なら仕方ないわね。今日こそは決着をつけるわよ。売られた喧嘩は必ず買うのがコウマ族。全力でやり合おうではないか。どうしてコウマ族はこうも好戦的な人ばっかなの？ねえカズマさん、なんか思った以上に大事になった気がするわ。し、俺をカズマさんって呼ぶんじゃない。たとえバレバレだったとしても決定的な証拠は残しちゃダメだ。お前らまだそんなこと言ってんのか。我が名はメグミン、アクセル随一のアークウィザードにして爆裂魔法を操る者。アクセル一のパーティーの力、今ここに見せてくれよ。名乗ってんじゃねえ。このスバ、ここまでひどい目に遭わされるだなんて思ってなかったんですけど。申し訳ありません、アクア様。まさかアクア様とは思いもよらず。生きてるか、リン。大丈夫。今日はとっても空が青いね。このままずっと寝ていたいよ。メグミンのバカ、爆裂魔法を打ち込んでくるなんて頭おかしいんじゃないの？何を言っているのですか。ちゃんと誰一人怪我をしないよう計算して打ってますよ。その証拠にユンユンとアルエの被害も爆風ですっ転がってパンツ見えた程度でしょ。いたアルエ、身動きできない相手への攻撃は卑怯ですよ。それにしてもそういった事情があるのなら最初から説明してくれればよかったのに。そうすれば僕たちだって精霊を保護していたよ。そもそもこんな姿の精霊を討伐できる奴がいるはずないだろ。そんなのわかんないだろ。世の中には金のためなら何でもするってやつもいるんだし。ひどいな。いくらなんでもこの町にそこまでの悪党はいないはずだよ。ねえダスト。ああそうだな。うん、見逃すよ導きの精霊。しょうがねえもんな。あんたほらクリス、カズマから取られたパンツを取り返してやったぞ。
だからもう泣き止んでくれ。言ったじゃん、争いになる前に私に考えがあるって言ったじゃん。私も導きの精霊がいい子だって知ってたから、モンスターを駆除したらみんなを説得するつもりだったのに。本当にすみませんでした、コンスマ。町に帰ってきた俺たちはギルドに説明を終えたのだが、事情はわかりました。導きの精霊を説得できるのでしたら、かけられている賞金も取り下げます。ですが、もうこんなバカなことはしないでくださいね。絶対しないとは約束できないけど、わかったわ。それじゃあこの子を説得するわね。そこは約束してほしいのですが。でも結果的には良かったわね。罪もない精霊を倒さずに済んだし、コーマの里のみんなも喜びそうだし。ああ、里に住み着いてくれれば新たな観光名所になるかもね。私たちとしては里のみんなに最高の土産ができたよ。ええ、そうよ。今後はコーマの里ってところに向かってほしいの。あなたそもそもどうしてこんなところに来ちゃったのよ。本当に意思の疎通ができてるね。あの姉ちゃんはたまにすげえな。この調子なら本当に説得できそうですね。あの、佐藤さんのパーティーの皆さんには疑いをかけてしまったことをお詫びします。そして、この度は精霊を保護する形で解決していただき、ありがとうございました。まったくです。これからはちゃんと証拠が出揃ってからにしてくださいね。まあ、トラブルの原因がうちのパーティーのものであることが多いのは確かだし、仕方がないさ。なるほどね。それじゃあ、あなたも困ってたのね。なんだよ、どうした？俺たちにも通訳してくれよ。この子はね、モンスターをいっぱい集めちゃったから、なんとかしてもらおうとしてここに来たんだって。つまり、この町には俺たちみたいに強い連中が多いから、助けを求めに来たってことか？なんだよ、精霊のくせにわかってるじゃねえか。そう言われると、悪い気はしないわね。僕たちが守るのは人だけじゃない。困っているのなら精霊だって助けてあげるさ。え、違う？あ、そうなの。ふーん。おい、通訳しろ。怒らないって約束してくれる？通訳しなかったら怒るのは間違いないぞ。あのね、強い人がいるとか、そんなのはわからないんだって。この子は、清くて気高くて神聖な神オーラに導かれて、ここに来たらしくてね。うるさいわね。ちょっと持ってみただけよ。あのね、この町から神気が漏れてるのを感じたから、なんとかしてもらおうと思ったらしいの。おい、賭けのお辞表を持ってこい。やったー、さすが一番人気のアクアさん。まずは先に謝っておきます。確かに今回も私たちのパーティーが原因でした。ごめんなさい。ですがこれだけは言っておきます。やはり証拠が出てから疑うべきで。ダクネス、何をするか。申し訳ない、本当に申し訳ない。仕方ないじゃない。だって私は女神なのよ。迷えるノラ・アンデッドが救いを求め、精霊すらも頼るほどの超すごい神オーラを持つ女神様なの。でもちゃんと謝るから許してちょうだい。ごめんね。このバーカ。そんな謝罪があるか。うちは今金欠なんだし、当分シワシワ抜きだからな。ちゃんと謝るから、それは許して。カズマさん、何よ、私を慰めてくれるの？あ、そうね。まあ結果的にあなたが助かったんだし、よしとするわ。
カサマ、精霊を倒さずに済んだのは確かにアクアのお手柄ですし。ああ、今後は導きの精霊が討伐されることがなくなったと考えれば安いものだ。そうそう、多少ひどい目にはあったけど、最後はいい話で済んだんだし、これにて一件落着だよ。そうですね。今回は導きの精霊の生態を把握できていなかったギルドの調査不足でした。皆さんにもクエスト参加報酬をお支払いしますね。俺も賭けが成立して胴元として儲かったし文句ね。私もアクアさんに賭けて儲かったし文句ないよ。もちろん僕もアクア様に文句なんてあるわけが。みんなもこう言ってくれてるし、シュワシュワ解禁は今日だけだぞ。でも今回のことで疲れたから働きたくない。だからしばらくはもやしが主食だからな。やったわ、久しぶりのシュワシュワね。もやし生活は飽き飽きだけど、私もしばらくゴロゴロしたいわ。お金のことはまた明日考えましょう。ええ、みんなにちゃんと伝えてあげるわ。この子がね、助けてくれてありがとうって言ってるわ。それから、カズマ、導きの精霊がまた来ているぞ。いい加減諦めてクエストを受けに行きましょう。助けてやったのに何なんだ。朝からバンバンうるせえぞ。俺は英気を養ってる冒険者だ。ニートじゃねえ。働くから、ちゃんと働くから、窓を叩きに来るのはやめて。こうして俺たちをニート生活から脱却させた導きの精霊はコーマの里のすぐ近くで今日も誰かを導いている。このスバ、戦う準備はできてるな。今こそ俺たちの力を見せつける時だ。仕方ないだろう、こいつらをまとめられるのはどうせ俺だけなんだから。俺を誰だと思ってる？ようやく冒険者っぽくなってきたはずなんだが。俺はお金より平和を愛する男だ。うちのパーティーが優秀だって？だったら俺と変わってみる。このスバ、みんな飲み物は持ったか？それじゃあ2周年おめでとう。乾杯。メニューに載ってるの全部ください。カズマのおごりとはいえためらいもしないとは。さすがは我が妹です。いやいや、姉なら遠慮ってもん教えろよ。はあ、クエストの報酬が全部飛びそうだ。残念であったな。余った金で例の店に行こうと考えていたのであろう。バカ、そんなこと考えてねえし。っていうか例の店って何のことかな。というかどうして陰険悪魔がこんなところにいるのよ。せっかくのシュワシュワがまずくなるんですけど。悪魔が食堂にいて何か問題でも？安心せよ、どこかの悪酔い女神のような粗相はしな。ガッタブラー。華麗にだっぺ。想像しいですわね。私たちは静かにのんびり楽しみましょう。さあダクネス、シュワシュワのおかわりですわ。ああ、ありがとう。わあ、メル、唐辛子を入れたな。ええ、入れましたけど何か？悪びれることもなく、だが、この痛み、なかなかどうして？ま、なんだかんだでアイリスの記憶も戻ったし、新しい仲間も増えたし、これからはもっと賑やかになりそうだな。賑やかになるのはいいけど、悪魔臭いのは勘弁してほしいわ。今日はただでさえいつも以上に悪魔臭いのに。いつも以上に？あの人、
まさか私の気配に気づいてる。それにしてもバニル様は今日も麗しい。私も一緒に乾杯したかったな。このスポット